皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月の20日18時47分なんですけども、以前、サイバー攻撃を受けて、動画のエクスポート行政の方に、助けてほしいということをお願いして助けていただきました。次この iPad なんですけども、これ、中身、3万9000円ほどかけて、2年ぐらい前、1年ほど前、2年ほど前、それぐらいに、交換しています。だから、これで、iPad もサイバー攻撃を受けて、おかしくなってるんですけども、これもちょっと対応してもらえないですか。その、例えば Google とかでこう打ち込むときなんですけども、これ日本語と、ローマ字の設定で、このあたりに一瞬こう出てきたりとかするんですけども、それが出てきていない状態。で、これは、設定の画面のところとかでも、そういうふうな設定はしてます。だけども、それが、文字のところが、普通に日本語で打ち込めないような形になっていると。で、これについても、何とか対応していただけませんかということですね。で、文字打った時に以前と比べてちょっと時間がかかったりとはしてるんですよね。だから、何らかのサイバー攻撃を受けているのはまず間違いない。日本語をこう打ち込ん、横文字をこう打ち込んだ時、文字欄が出てこないでしょ。これ、英語で打ち込んで、その日本語とかに変換するとき、こう、日本語がこう出てきたりするはずなんですね。で、この欄のところ。だからそういうふうなサイバー攻撃を受けてますね。なんせ、日本語と、日本語プラスローマ字っていう形ですね。それが、できなくなってる。だからどのようなサイバー攻撃なのかちょっとわかりづらいんですけど、これもともとけど、日本語プラスローマ字だけで固定しておいた方が使いやすいでしょう、皆さん。英語だけでその会話をしなきゃならないような形になって、日本語の表記ができなくなってしまうと、日本語すら調べられなくなる。ここは日本だから絶対的に、ベースとして、どのようなサイバー攻撃を受けても、日本語プラス、そのローマ字っていう設定で固定しておく。で、そこから何かあった時に自分で、例えば英語だけの打ち込みにしたい人は、英語に変えたりとか。それぐらいで、対応してもらえませんか。だってどう考えてもこうウィキペディアじゃない、この Google のニュースとかでも全部日本語で表記されてるものが流れてくるじゃないですか。そしたら別にその最初の設定のところはその日本語の内容で、固定できるはずでしょう。だからそれで、ご対応していただけませんか。よろしくお願いいたします。なんか今着信音がちょうど、コンピューターが応答してるのかなんかよくわかんないですけど、結局人間は行わなかったらダメだと思いますよ。よろしくお願いいたします。